普通にあゲーム性が高いゲーム性がすごいしおり攻略だけで50時間かかります、うん、しかもデート行くじゃないですかその服装を着て、うん、そしたら女の子このゲームほぼほぼあの遅刻してくるんですよね。あ9割9分の遅刻してくるんですよ、うん、で遅刻してきて 1,2 時間待たされた挙句に、うん、ごめん待ったって言ってあの来るんですけど見てゲッって引いて帰ってくるんですよね、まあ、あとはもう大体軒並み神ゲー、まあ、やっぱでもときめも3のこの1点っていうのはもうそうっす気になるところではありますかね。これはちょっとじゃあこれちょっと見せてもらっていいですか。時も3だって1、2、4はそう神ゲーなんですけど、ね、3だけいったら何か裏切ったってことね。そのあなたのときめもに対する何かそ心をなんかその踏みいじられたってことですよね。これ、まあ、スーパーサイヤ伝説よりダメだしあんだけ言ったらてか唯一だからねめちゃめちゃ好きなんですけど唯一1点てかまあ全体的に評価がかなり甘々なそう基本7点以上なんですけど、ね、基本7点のやつは僕がまだクリアしてなくて。なるほど。だから7点はどっちかというと結構低めの点数。まあこれに相対的に言うと低いよね。低い。だってもう大体もう8、9、10点やから。うん。ときめも3。まあ一言。いやまあまあそうです。にじみ出てるよ。1、2とちょっとまず見ていきましょう。ホップ、ステップをね。ちょっとあ、そう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 。うん、俺も1やって、まあまあかなり。まあ1はね。うん、面白かったし。1は神ゲー、ね、難しいなと思ったけどね。あれ攻略見ずにちゃんと全員攻略しようと思ったら相当な難易度ね。普通にあゲーム性が高いゲーム性がそうね。しおり攻略だけで50時間かかります。それはガチでやってること。ガチでやって、うん、え50時間かどういうこと。50時間何も見ないでやって難しすぎて、あ攻略を見つけるまでに、うん、そうですね。ワンちょっと切り替えお願いします。はい、はいはい、ああなるほどなるほど。あ、そうですね、うん、あこれはももしさんとのそうですね。どっちがしおり攻略するかみたいなのを一回やってて、やったんですよね。タイトも無理やったよね。いや僕は最終的にいけました。あ、いけた。最終的にっていうのは最初ももさんと一緒にやってたんですけど、ももさん個人でやった時と同じ人がまた伝説の木の下にいて、うん、で僕は誰とも仲良くなれずに爆弾が爆発しまくって、うん、結局誰も来ない感じで終わったんですけど、その後にリベンジでね、あもう一回やった。僕はもう一回やって最終的に攻略法が分かって無事しおりをもう維持やね。そこまで攻略できたって、うん、これ当時やってたのこのゲームは。俺はスーファミでやってましたよ当時で。大谷は最近やった。僕は最近です。あへえ。でそこでギャルゲーとは何なのかと。はい、ギャルゲーは甘神をね、甘神勢、甘神信者なんですけど、うん、ギャルゲーって実際僕そんなにやったことなくて、うん、甘神が面白くて熱狂的にこう好きだったから、うん、でそれときめもやったんですよ。ギャルゲーってのはこういうものなのかと、うん、ゲーム性高いし、ね、そうそうね。ときめもはあまりってその、ね、なんだろう、シナリオがすごいいいんですけど、うん、でそれはキャラに感情移入できたりとか、うん、でときめもはゲーム面 そのシステムが良くて、うん、そうね、でちゃんとその女の子を落とすためにこのパラメータ上げないといけないっていうのをなんか自分で上げていかないといけなかったりとか、あと選択肢をちゃんと選んでいったりとか、うんうん、そういった面でそのゲームが楽しいっていう。そうね、うん、小学生のゆうすけ君はね、それを同級生に言ったんだけど全然伝わらない、うん、もうなんか俺はこれはゲーム性がすごくて面白いんだっていうのに、お前はマジでドスケベだなみたいな感じで、ね、シャットアウトされるよね。そう、うん、今ギャルゲーをやってる、ま、ずその変態というラッピングをされて、一緒にそういう話をしてると思われたくないからね、まずそのイメージを変えたい。で俺のちょっとしたトラウマはあるし、うん、いやだ俺もときめもやっぱできなかったね。話は聞いてるけど、それ大人がやるゲームやと思ってたね。大人、うん、なんかそうだから、そのときめもっていうだけでギャルゲーっていうだけでスケベって思ってんなら、じゃあちょっと一回これやってみてください。まあ一回ときめもみんなやってみてくれっていう、かなり面白かった。本当に入門編というか、始まりにして。そうですね、じゃあそれはじゃあちょっと2のあれみたいな。まあそうですね、その流れから、まあ、そんだけちょっと一つの完成形としてたのが、うん、2はこれどうなの。お一番好き。あ、僕ときメモで、うん、一番好きなのがときめきメモリアル2で、うん、これはなんで好きなのかっていうと、うん、まあ、単純に1パワーアップバージョン。ほう、どういうところが。で BGM ももちろんその前作も良かったんですけど、まあ、今作もその BGM かなり良くて、1の時はヒロインのストーリーっていうのはあんまりなかったんですけど、うん、ときメモ2は幼年期編とかその過去までやる。おお、それは感情移入がすごいできるね。そうですね、で過去のことまでやった後に、でその後とまたストーリーが高校編っていうのがあるんですけど、その高校編のストーリー部分もときメモ1よりボリュームがアップしてて、でしっかりそのゲームのパラメータ上げたりとかっていう部分はちゃんと引き継がれてて。そうですね、あ、名前呼んでもらえるのこれ自分の名前。あ、そうですね、あ、EVS データっていうのがあって、うん、大谷元気っていう風に入力したら、うん、大谷くん、
あの元木くんとかで呼んでもらえる。これはもうこれやばいです。神ゲーですね。え、ちゃんとその大谷くんって言ってくれる？あ、言ってくれます。大谷元木とかじゃない？いや、通は言ってくれます。なんかいや、これはいや、それだけでもう全然違うやん。すごっ。ギャルゲーって絶対。あ、ちょっと通やりたくなってきたわ俺。いや、2はちょっとやってほしいです。うん、いや1もかなり良かったから、うん、あ、じゃあこの1と2一応評価としては神ゲーってなってますけど、2の方が上。そう、2の方がやっぱり。いや、2はそうですね。もうだからもう自分史上最高のゲーム。あの、このゲームクリアした時に感動しちゃって。昔はよくあったんですけど、だからすごいいいものに出会った時って。ああ、まあそうやな。変なその感情になる。あの、ありがとうっていう、その感謝とか、そういう感謝の気持ちとか、なんかいろいろ、そういうなんか溢れてくるよね。わかるわかる、そういう気持ち。映画を見終わった後のさ、スタッフロール見てる時みたいな、そういう感情になってて、あ、なんか人生ってこういうものを見つけていかないと。あの、子供の頃はよくあったんですけど、最近そういうのを忘れてて、あ、こういう感動を見つけていこうっていうレベルまで教えられたほどの感動がありました。相当じゃないですか。あ、よかったね。いや、でもそこまで言われたらちょっと。いや、え、これは何？スーファミ？プレステ？これは、スーファミ。あ、スーファミです。いや、プレステですね。プレステ1。プレステ1です。なるほど、プレステ1か。なるほど、OK。 あ、じゃあ、まあ、2はまあここまですごい、じゃあ正当進化として。いや、もうかなり今来てます。1、2とこう、これすごいですよ、本当に。勝ったと。一応その大谷は順番にやったの？1、2、3、4。2最初にやりました。2、1、4です。あ、2は4だ。なんかお前地雷回避みたいな。知ってたかのように。じゃあ次はじゃあ3の話に聞いてみます。そうね、まあ、4から先でもいいけど、まあ、4、じゃあ 4先に聞いてみましょうか。4、ね、先に聞いてみましょう。ちょっと順番でね、時系列で、うん、あ、PC のアーカイブスであるのか。 あります。いいね。あ、ほうほう、はい。おお、隠れた名作。あ、これはですね、絵が綺麗やね。僕2神ゲーだと思うんですけど、うん、実はあの4もかなり、これ PSP のゲーですね。神ゲーで、うん、なんとあの BGM もまあ今までと一緒、あの同じように良くて、うん、でなんとあのシナリオがボリュームが多すぎる。多すぎる。多すぎる。あの2よりパワーアップしてる。また2でもパワーアップしたのに4でまたボリュームが上がってる。そのボリュームが上がってるっていうのも俺ちょっとピンとこへんねんけど、基本的にあの俺まあ1やった感じじゃないけど、ストーリー割とあの同じことを繰り返すやん。あれが別にその伸びてるってわけじゃないよね。どういう伸びてたり、その分岐があったりとか、何周もできるように、ちょっとなんか次こっちの選択したら全然シナリオが違う方に行ったりとかっていうのはボリューム。なるほどな。選択肢によってその変わるものが増えてる。あ、でもそれは絶対面白いな、うん、あ、選択肢がたくさん、あ、絶対そっちの方がいいね、うん、はいはい、なるほど。今までの1で良かったところは、そのまあゲームシステムがその全部引き継がれてて、うん、で2のその良かったところも全部パワーアップされてて、うん、これ1、2、3の全てのいいところ。いや、3は一応いいところあったんですよね。なるほど。その時は気づいてなかったんですけど、あ、まあ、ちょっとそれは後々ちょっとパワー、あの、調整すればよくいいシステムになったんだなっていう。なるほど。そういう部分を合わせた、なんか集大成みたいな感じがあって、うん、昔ながらのシステムを元にその今の現代風の現代のときメモをこう出したのがそのときメモ4っていうので、まあ、その1、2が楽しかった人はもちろん4も楽しいですよっていう。なんかそのやっぱり新しいゲームというか遊びやすくなってるやん。システムとかその操作、うん、UI とか操作とかも割とここと手が何ていうかな、かゆいところに行く、うん、そのところが届くようになったりとか、うん、っていう意味では結構やっぱり最新作は遊びやすそうではあるよね。そういう意味でも、うん、ゲームシステムで言えば一番できてるのはこの時も、うん、まあまあそうだね、うん、これもまあ神ゲー、かなり面白いですゲームとしては。で最後にじゃあやっぱ3、まあ、3ですよ、ですかね。はい、ときメモ自体は4まで出る。そうですね、4まで。あ、もうこれがじゃあ最後、まあ、一応ガールサイズとかもある、はい、帰ってきましたね。この3ですよ。これはどういうことなんですか？1点っていうのは、そう、今まで言ってたのからすると全然そんな外れる要素がない、ね、内容は基本一緒じゃない？そうだね、しかも2から4でそんなパワーアップ、なんか正当進化みたいな話だけ聞いてるとしてるから、うん、なんで3でそう、なんで3がそうなっちゃうの？いや、ちなみにこの1点は何の1点かっていうと、あの曲がザードだったっていう。あ、それで1点。それだけです。じゃあほんまゲーム内は0点で全部0点でだったと思います。じゃあそれは一番ゆる、なんかどういうところが一番ダメだったんですか、まずは。まずですね、まあ、あのストーリーあるんですけど、うん、ほぼないに等しくて。ないってどういうこと？ストーリーない。なんかボリュームが、ボリュームも2よりなくて、うん、一応あるストーリーがとにかくあの暗いんですよ。あ、でもいろんな女の子いるよね。いろんな女の子いて、で僕がその、まあ、今1人クリアしたんですけど、その中であの3人そのストーリーが絡んできて、1人がおばあちゃん死んじゃったりとか、そういうちょっとシリアスな感じにしたかったのがね、3に関しては。あとすごいなんか重い病名の肉離れを起こしたりとか。なるほど。重い病名の肉離れ人体決裂なんかそうみたいな。肉離れどころじゃないですか。今まで楽しくやってた部活が
できなくなったりとか、うん、確かになんかそういうのが流行った時代ってあるよね。あ、そうですか、うん、そういうちょっと鬱展開っていうか、うん、そういうちょっと暗い話が流行った、おしゃれじゃないけど流行った時代ってあったんですか、2000年あ結構あの2000年前後はちょっと不景気とかそういうのもあって、全体も世の中が暗かったんですとか、ちょっとそういう人のそういう部分を出したのをちょっとアニメとかゲームにしようっていう結構よくあった雰囲気っていうか流れがあって、まあ多分その時に出たゲームなんじゃないかな。じゃあその、うん、でもときめもやりたいってことはなんかこう明るい気持ちになりたいわけじゃないですか、うん、女の子そのほんわかした、まあ、そうですね、明るい雰囲気を味わいたいのに、なぜかこのゲームやってるとだんだん暗くなってって、あ、っていう感じで、だからストーリーはとにかく暗かった記憶。じゃあもうストーリーがとにかく合わなかったってこと、合わなかったっすですね。っていうのと登場人物なんですけど、うん、今まで親友的ポジションがその1と2にはあいたね、いたんですか、よしおって教えてくれる男、うん、匠っていう人、うん、で今回なぜかあの、まあ、いるんですけど、うん、ライバルになってて、おしかも2人2人ライバル、2人ライバルになってて、多いな、息苦しい、ね、息苦しい、ね、本当になんか見るとこ多いな、まあ、矢部と白鳥ってやつがいるんですけど、うん、今まで女の子の情報を聞きたかったら吉尾と匠に電話して、うん、なんかすごい深い情報、いろんな情報を教えてくれたんですけど、うん、今回その役割を果たしている、まあ、ライバルなんですけど、うん、矢部と白鳥に電話をしたら、なんでお前なんかに教えないといけないんだよって言われて、あの電話切られるんですよ。へ、じゃあその教えてくれるっていうシステムはなくなったってこと？なくなりました。へえ。いや、なんか仲良くなったらあるかもしれないですけど、最初使えない時点でほぼもう。で、あのまあキャラクターもちょっとあの今回の 3D チェックになって、ああ可愛くないか、そうですよ、 3D になってるんですよ。ああ 3D やな、確かに確かに、あの PS2 になってなんかその 3D 機能とかつけ、ああまあね、時代がねっていうのは分からないんですけど、女の子に見えなくて、ああ可愛くないと、うん、女の子が結構あるあるでさ、なんか、うん、スーファミの方が今見ても結構、そうそう、そのドット絵ってさ、まあそうやね、結構いけるんだけど、絵の方が可愛いよね、 3D とかポリゴンとかって、うん、今見るとやっぱりいやそう、ね、すげえ違和感を覚えちゃうから、うん、絵の方が絶対可愛いね、うん、特にね、ギャルゲーというかこういうゲームはやっぱ女の子が、うん、ね、ちょっと違和感ある、一番大事やからね、感情移入されていくのが、でだんだん慣れていくかと思ったんですけど結局慣れずに、全クリはこれはしたの、まあ、一応女の子一人、あ、一人クリアはしたけど、まあ、それが精一杯やったと、まあ、ゲームシステムとかもそのあって、で今回あのゲームシステムどうなってたかっていうと、うん、服装を変えれるんですよ、ね、おそれいいやん、面白そうじゃないですか、面白い、女の子の着せ替えができると、うん、男です、自分です、自分かよ、自分だって、見えない出てこい、そう、別に自分映らない、自分かよ、え、映らない、映らないです、着せ替えできるけど、あの映らないです、あ、向こうがそれに反応してくるってこと、あ、そうですね、女の子に合う格装、あ、そういうことか、あの、まあまあまあ、自然じゃない服装を自分で選んで行かないといけない、全然どうでもええな、なるほど、ね、まあ細かくなったらって思います、あ、まあまあ確かに、難易度は上がって、あ、まあまあ、ゲーム性としてはまあ確かに、あ、逆にその面白いのかなと思ってやってみたんですけど、別にそこもそうですね、結構はね、しかもデート行くじゃないですか、その服装を着て、うん、そしたら女の子このゲームほぼほぼあの遅刻してくるんですよね、あ、9割9分遅刻してくるんですよ、うん、で遅刻してきて、あの 1,2 時間待たされた挙句に、うん、ごめん待ったって言ってあの来るんですけど、見てゲッって言って引いてあの帰ってくるんですよね最悪だよ、2時間遅刻してきて、こっちの服装を見て、しかも別に普通なのにイチャモンつけてあの帰ってくるっていうゲッって言って帰ってくる、神ゲーじゃん、神ゲーです、その話だけ聞いてると一番3が面白そうでも苦痛だったんですけど、うん、まあ、そうです、配信自体はすごい、まあ、だから大谷が求めてる時計メモリアルではなかったけど、まあ、そうですね、まあ、そういうゲームとしては面白いっていう感じかね、なんでこんな女の子攻略しないといけないの、確かにそこで泣いたらもうこっちの気分が乗らへんもんね、なんでこんな必死にならなあかんねんって思ってるもんな、ストーリーも暗いし、いや、ときメモはかなりやっぱり力が入ってるというか、いや、まあまあね、説明がかなり納得感が、うんうん、いや、レビューがすごいしっかりしてて、レビュークロックタワーの時のあのふわふわ感がすごいなんか納得のふわふわしたゲームをしたから、ね、うん、